トマス・ハイ&ユーバー杯2014は、団体戦によるバドミントンの世界選手権、第28回世界男子バドミントン選手権及び、第25回世界女子バドミントン選手権である。本大会は2014年5月18日から5月25日にかけて、インドのニューデリーで開催された。トマス杯は決勝を日本とマレーシアが争い、3-2で日本が初優勝した。ユーバー杯は決勝を中国と日本が争い、3-1で中国が2大会連続13回目の優勝を果たした。各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出する。グループ A、グループ B、グループ C、グループ D 各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出する。グループ W、グループ X、グループ Y、グループ Z、ハットデーブスクマール、Li-Ning、BWF トーマス&ウーバーカップファイナルズ2014で8位、ジャパン S ヒストリックトライアンフ。バドミントンワールドフェデレーション2014年5月26日、閲覧。デーブスクマール、Li-Ning、BWF トーマス&ウーバーカップファイナルズ D7、チャイナリテインウーバーカップ。バドミントンワールドフェデレーション2014年5月26日、閲覧。13位のブルガリアが出場を辞退したため17位のロシアが繰り上げ出場。ありがとうございます。